優勝戦1号艇は宮野原幸輝選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ今シリーズ4勝の活躍でポールポジションゲットということになりましたが、現状の船足モーター評価はいかがなんでしょうか。前傾を持ったらかなり上積みできてて、まあ、スタート全速でいければちょっとその先が余裕があるかなって感じです。その他タン回り関係とかはどんな評価になりますか。ちょっとその辺は全然しっくりきてないんですけど、はい、スタートなんですけれども見え方というのはシリーズ通してはいかがなんでしょう。スローの方が完登しっかり合ってる感じですね。はい、はい、もうコースはしっかりと主張しますか。そうですね、フィット離れもう多分マイナスでいくかもしれないんですけど、うん、そしたら多分イン取れるんで、そしたらもっとスタート集中して先回るだけですね。はい、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、優勝目指して頑張ります。2号艇は地元群馬の椎名豊選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ今シリーズ唯一オール2連隊の活躍で、優勝決めましたけれども、現状の船足の評価というのはいかがですか。悪いところはない感じですかね、うん、全体的にちょっといいかな、はい、ご自身ではどのあたり気に入っているんでしょうか。一気足が一番気に入っているところですかね、うん、さあスタートですけれども今シリーズの見え方というのはいかがですか。見え方自体は合ってますけど、今日の湿気でどうなるかをちょっとまだ分かんないです、はい、ではですね、最後にゲストの皆様に一言いただいてもよろしいですか。はい、優勝できるよう精一杯いきます。3号艇は渡辺武郎選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今シリーズの船足モーター評価としてはどんな評価になってますか。前節優勝した時の方が足は良かったですね。今シリーズはどのあたり気になってるんですか。なんかもう普通の足です。もう中堅上位でなんかバランス取れてる感じです。スタートですけれどもシリーズ通しての見え方というのはどうなんでしょうか。スタート、前節をベースにスタート感はできてたので、今節もそこまでズレはないです、ではですね、連続優勝に向けて最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、なんとか内側は2人強いんですけど、その牙城を崩せるように頑張ります。4号艇は地元群馬の鳥居塚貴博選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状船足はどんな仕上がりになってますか。伸び回れしともバランス取れていいと思います。では操縦性に関してもどんな。ちょっと乗り心地が来たり来なかったりですけど、はい、船足に関しては合格点で、あとは乗り心地が来ればという感じですね。そうですね、はい、はい、さあスタートなんですけれども、今シリーズの見え方というのはどうなんでしょうか。スタートは大丈夫だと思います。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、地元3人乗ってますので応援のほどよろしくお願いします。5号艇は桐生フレッシュルーキーの坂本裕樹選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ桐生初優勝を決めましたけれども、はい、現状の船足はどうなんでしょうか。全体的にいいですね、特にどのあたりの良さ感じてますか。伸びが良さそうです、はい、ターン回り関係はどんな手応えですか。ターンも合えば押してくれてる感じがあって、はい、いいですね、はい、さあスタートなんですけれども、見え方というのは今シリーズどうですか。全速ではいけてる時あるんですけど、まちまちです。桐生初優勝を決めまして、さらに初優勝に向けての一戦となりますので、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、気持ち込めて走ります。応援してください。6号艇は浜野隆選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身では現状船足の評価というのはいかがなんでしょうか。伸び寄りで全体的にいいと思います。ということはこの6枠はかなり魅力的な船足ですかね。ただ優勝戦のメンバーみんな出てるんで、伸びきれるほどの今伸びじゃないんで、では優勝戦に向けての調整はどうされますか。もうちょっと一回伸びに振ってみて様子見て、伸びるならそのまま、伸びないならレース道中勝負できる足にします。さあそしてスタートなんですけれども、シリーズ通しの見え方というのはいかがですか。ちょっと行き切れてはないですね、はい、ではですね、最後にゲストの皆様に一言いただいてもよろしいですか。一生懸命走ります。応援してください。